ルル、あ、レッキちゃん、あ、泣いてるだけだな。ルル、あ、しこかな。困ったな、うんちかな。泣くときにはね、理由があるって感じするんで、やっぱりね、見てあげたいの。自分がね、だって犬が綺麗好きだからさ、おしっこ出た？おしっこか？おしっこしてないよ。大丈夫だよ。よいしょ。もう一回だけやってみるか。よいしょ。さあ、置きましょう。よいしょ。はい、どうぞ。なんか、おしっこしましょう、そこで。よいしょ。あ、ね、転がっちゃったわ。はい、オッケー。ルルル、大丈夫か？気が済むかどうかわからんけど、付き合いますよ。あ、爪がツルツルよ。爪切れちゃう。すりすりよ。それしちゃダメな。それをやると、血が出るの。ああ、やめてほしい。もうやめて。あ、限界で、限界。限界よ。限界よ。ダメ。爪がスリスリしたらダメなの。気持ちはわかるけどさ。ああ、おしっこ大丈夫か？していいですよ。おしっこじゃないね。なんだろうね。どうしてもこれ発作が起きるんだね。赤くなっちゃうから、やる気満々だよね。薬は、お薬とかでその、あ、母乳のやつ効かないな。よし、いいか、またお家帰るわよ。 お散歩して気になってちょうだい。おしっこしてないかな。あ、おしっこしてる。おしっこしたんだわ。染みてるもん。ってことはこれダメだってことよ。これはルルのところにポン。頑張れ、ここでやってくれ。おしっこしてるわ。完全に染みてる。おりこおりこ。よしよし、上がってくれ。そうだ、あ、危ない危ない。何ですかこれ。主人がやったんですけど、畳んであるわ。さあ、おしっこ出たね。いこいこ。ちょっとシワが寄ってるわ。シワって嫌なのよね。グリムダワーのさ、あの、グリムノーバで、王女様は、王女様は、の証拠は、お布団の下にお豆一個入れといて、で、寝て、豆が気になって眠れませんって言ったら王女様だった。あらまあ。もういいわね。待ってて、今、引き物持ってくるから。もうダメだ。だんだん、過労でやられちゃうよ、これ。よいしょ。ここに置いてるんですよ。なんだか知らないけど。こんなとこに置いたら、めんどくさくじゃないの。よいしょ。階段降りなきゃいけないので。なんたって、家と家を繋いだんですからね。主人の両親たちが。別棟に住むのはダメだからって。なんか、繋いだの。ああ、わかった、待っててよ。体、ちょっと待って。大丈夫。裸足ってわけにいかないから。平気よ。これは私の高いリハビリになってるわ。すごいわ。だんだん上手になるわ。ああ、大変なことになってるわ。こんなの、一人でやってるときに、YouTube かなんかとか撮る、YouTube じゃなくたっていいのよ。誰かに見せるわけでもなくてもいいんだけど、張り合いというか、なんていうか、けじめというか、草、おしっ、うんち出てる？
うんち出る。ぎゅう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 。うんちぐぐぐ。出ないわね。よし。はい、おいで。ワンちゃん、赤ちゃんのワンちゃんみたいに引っ張っちゃおう。ここは平気なのよね。猫も同じよ。おいしい。おいしいじゃない。おいで。おいで。よいしょ。そこじゃないわ、こっちは。あ、どうしようかな。ああ。よし。よし、ここはルンルン線だ。よいしょ。一、二の重たいわ、なんか。一、二の三。よいしょ。結構重たいわね、あなた。体重あるわよ。寝なしょ。寝なさい。寝なしょだね。おしっこの方はここに置いてきます。寝た。寝よう。もういい。おしっこ出たわ。ちゃんと出たわよ。おりこおりこ。おりこよ。敷物もここ洗ってあるし、また汚しても大丈夫よ。ルル、おしっこしたね。おりこ。新しいのにしたから、もう寝てちょうだい。また起き上がろうったってもう起き上がるわね、きっと。ちょっとこれはね、辛いわね。親の介護でもこんなこともしやってたら、ほんと辛いと思うわ。人間のね、介護だって。だからって誰かに任せたって、その誰かが大変な思いするのよ。だからってか、親だからって、子が面倒全部見なきゃいけないって方もないし。私は子供たちに見てもらうと思いません。まあ、無理そうだし。気持ちがあるんなら、でも気持ちがあっても、辛くなってね、死んじゃう場合もあるからね。介護してる人が。金ちゃんの、金床に出てた、お笑いやってた女の子、可愛い女の子、あれだよね、お母さんの介護してて、最終的にお母さんと一緒に、親のお父さんのお墓の前まで行ってさ、そこで、硫酸塩だっけな、ガス発生するようなの、洗剤と洗剤を混ぜて、硫酸ガスか。それ発生するようにして、袋かぶって、結局、お母さんを置いて、その車椅子のお母さんをその墓地に置いて、自殺しちゃったよね。昔そんな、悲しい事件がありました。介護に疲れたのね。妹さんもいたんだけど、結婚しなかった彼女がお母さんの面倒を見てたみたい。で、結局お墓の前で自殺しちゃったのよ。もうごめんね、お父さんって言った感じじゃないのかね。でも親のことは殺せなかったんだわ。だから自分が硫酸ガスみたいなの発生させて死んじゃった。なんと言ったかな。なんとかともこさん。じゃなかったかしら。ニュースでちゃんと放送されちゃいましたよ。実名でね。芸能人だったから。辛い話がちゃんと随分前にもありました。今もいっぱい今夜だってさ、介護してさ、くたくたになってる、家族の人、それから、看護師さんの人、ね、ネズミ頑張ってる人がいっぱいいると思うわ。ああ、寝そうだわ。おしっこ出たから寝るのね。お疲れ。私がいなくなったからってまたぐるぐる動かし出したら怒るわよ。もう1時過ぎたよ。もうあなたもうじき2時よ。お化け出てくるじゃないの。
お化け怖くないけどさ。2時、牛道時よ。ここ、霊道だって言われたところよ、この道。シャッター開けたら、霊道だってさ。だから、ルル、落ち着かないの？第六感だかなんか働く？大丈夫よ。悪い霊さんはバイバイしてもらうから平気よ。私の父親の霊がちゃんと周りにいるわよ。守護霊よ。そんなの話なんか、私は信じない。人間が自分の意識の中に作ってんだよ。イメージの世界で人間は生きていくからね。悪のイメージも抱けるし、天使もなれるし、悪にもなれるってやつよ。まあ、悪と天使の両面を人間は持ってるのよね。どっちの目が出るかわかんないけど。ああ、苦しそうだわね。ゆるー。寝よう。もう寝るんだ。おやすみ。ああ、寝てるわね。あ、もう、まぶしいからやめましょうね。おやすみ。寝ようね。うん。